エレベーターガール大田急百貨店新宿本館地下1階にて、エレベーターガールとは、職業の一つで、商業施設などのエレベーターに乗務し、エレベーターの操作や、館内の案内を行う女性のこと、エレガ、エレガー、EG と略される。男性が同様の業務を行う場合は、エレベーターボーイと呼ばれる。百貨店に配置されるのが最も一般的であるが、昭和期には、 展望タワーなどの観光客向け構想建築物にも配置されたことがあった。エレベーターガール、昭和9年頃エレベーターガールとしての専門の職業が存在するわけではなく、あくまでその施設の従業員としての持ち場の一つである。密室内で長時間直立し、総合案内役としての仕事であるため、他の持ち場と比べて疲労やストレスが溜まりやすいとされている。 日本で最初にエレベーターガールを置いたのは1929年、松坂屋上野店のエレベーターと言われている。1930年代は、手動でエレベーターを動かす運転手がおり、1300名が警視庁に届けられていたという、専用の制服姿で優雅に客の案内をする姿は、女性の憧れの職業の一つで、当時は、昇降機ガールと呼ばれていた。独特の、 ゆっくりとした口調の高い声での案内も特徴の一つであるが、これは乗客の話し声に紛れないようにするためである。昭和期には大半のエレベーターガールは独特の制服を着用していた、つばきのフェルト帽に明るい色のレディーススーツ、白手袋などがアイコンであり、服装の色合いは落ち着いた色合いで上品さを強調するが、帽子のリボンや、 スカーフなどのワンポイントにより華やかさを出していた。ファッションとしては、平成期までには陳腐化したが、レトロモダン的な昭和ノスタルジーの一つとして、解雇されることも多い。百貨店のエレベーターを例に説明する。エレベーターガールの業務を支援するため、サブインジケーターを備えるエレベーターもある。これには、時期の位置を示すインジケーターが別にあり、その左右、または上下には、 上下ごとに予備がある木材橋のランプが点灯するようになっている。また、並行して設置されている滝の現在位置を表示する、インジケーターを備えるものもある。バブル崩壊後、社会情勢の変化や人権費削減など、諸般の事情により、1990年代終盤をもって一部の百貨店店舗や一部の展望施設を除き、エレベーターガールの廃止が進み、見ることが難しくなった。 発祥の地である松坂や上野店でも2006年4月に常駐ではなくなり2007年をもって完全に廃止された。また一部の公共施設などでは車椅子などの乗り降りをサポートするための昇降誌を設けている場合があるが上記にある競技のエレベーターがあるとは言い難い。海外では台湾の新興三越百貨店や変わったところでは 北朝鮮の高層マンション等に配置されている。ありがとうございます。